皆さん、こんにちは。明るく愛情あふれる演技に定評があり、優しいお母さんの役を多く演じられている吹雪純さん。そんな吹雪さんですが、人気急上昇中の中で突然人気が低迷する事件が起きます。しかしその後の巻き返し方がかなり驚きの内容だったので、ご紹介していきたいと思います。高校教員の父と母の間に生まれた吹雪さん。しかし11歳の時に父が愛人を作ったことで、両親の仲が冷え切っているのは子供心に感じ取っていたようで、両親が離婚すると父は娘との生活を強く望んだそうですが、自分だけが誘われたことに納得できなかった吹雪さんは兄と一緒に母親のもとへ。しかし中学2年生の時に母親の育児放棄に伴い、13歳だった吹雪さんは京都の叔父の水道工事会社で働く兄を頼って京都へ。しばらくは兄との極貧生活を送ることになります。中学卒業後はレストランやスナックに住み込みで働き、中学生らしい学生生活とはかけ離れた毎日を過ごし、18歳の時に京都から上京し、銀座の高級クラブ徳大寺でレオという源氏名で働き始めます。そんな中である日スカウトの目に留まり、芸能界入りを果たします。吹雪純という芸名は風に吹かれたように出てきたから吹雪、語呂がいいから純。ハワイに行ったのが6月純で、風が強く吹いていたので合わせて命名したのだそうです。そのキュートな容姿で1973年初代ユニチカマスコットガールに選ばれ、有名カメラマンデイビッド・ハミルトン氏撮影のソフトフォーカスの写真が男性誌を飾り急浮上し、そして1974年5月1日に愛が始まる時で歌手デビューすると人気が爆発しました。舌足らずで歌唱力があるとは言い難い歌もかえってインパクトがあったようです。キャッチフレーズは噂の純、星の国からやってきた純で、この歌手デビュー時はギリギリ21歳だったのですが、ホステス時代を隠すため19歳として売り出したことが後でスキャンダルの一つとなり、作家の田島治氏によると総じて歌唱力は低いとされ、吹雪さん自身も私は歌が一番下手の横綱と述べていました。ところがその人気もつかの間、1974年から2度にわたる事務所移籍問題をめぐり、暴力団員とみられる人物に誘拐され、警察が出動するという大騒動が勃発。これは三つどもえの事務所移籍問題が原因とされ、当時の芸能界の暗部を白日にさらすスキャンダルとなりました。それだけ昔は事務所の移籍問題がかなり厳しかったようです。現在は比較的自由に事務所を抜けたり、新しい個人事務所を開設したりできる風潮に変わりつつあるのですが、当時はタブー視されていた時代でした。そんなトラブルも乗り越えたものの、年齢詐欺や先の銀座のホステス経験、デビュー時のプロフィールでは京都市立日吉ヶ丘高等学校卒としていたことが嘘であることが発覚し、当時ついていた清純派歌手イメージが崩壊、アイドルとしての人気は急落します。ですが吹雪さんは独特の存在感で女優の道を歩むことになります。キキキリンさんが何か面白い子がいるよと演出の久世照彦さんと脚本家の向田邦子さんに伝えて、事務所を辞めようとしていた吹雪さんを寺内貫太郎一括に推薦したのだそうです。そのおかげで小林亜星さんをはじめ、そうそうたるメンバーとともに誘拐事件の翌年に寺内貫太郎一括で本格的に女優として人気を得ます。また清純派イメージがなくなると以降ムードも辞さず、1977年白熱デッドヒートで映画初出演すると、1979年のよみがえる勤労で松田優作さんとフルヌードで激しい濡れ場を演じ、ファンやマスメディアを驚かせ女優として高い評価を得ます。吹雪さんは松田優作さんを相手に全裸の激しいファックシーンが話題になり、松田さんにおっぱいを揉まれ、片足上げての立位やバックからガツンガツンと攻められ、喘ぎまくり揺れる乳房も予想以上に巨乳で、
観客の男たちは総立ち状態。ぽってり唇から発せられる喘ぎ声も実に猥褻だったようです。ロマンザ、清純派タレントが醜聞をテコに成長した例はそれまでほとんどなく、スキャンダルを乗り越えた後はぶっちゃけるようになり、17歳で初体験以来常に恋人はいました。男に尽くして仕事がダメになったことありますなどと話していました。1981年には川添象郎さんと結婚。川添さんは YMO やユーミンの音楽プロデューサーを務め、イベントのプロデューサーとしても活躍した大物でしたが、かなり破天荒な人物で女性関係も派手で有名だったそう。川添さんとの間に一男一女を設けますが、川添さんの女遊びや放蕩生活は想像を絶するものがあり、ついには愛人の小出明子さんとの間に子供を設けていました。吹雪さんは激怒し、結婚から11年後の1992年に離婚しています。川添さんは離婚後バブル崩壊とともに没落、麻薬所持や恐喝傷害事件などを何度も引き起こしており、1997年には監禁暴行の容疑で全国指名手配され、懲役3年の有罪判決を受けますが、出所後は音楽プロデューサーとして活躍。2008年にプロデュースした青山テルマの「そばにいるね」フィーチャリングソルジャが大ヒットし、華麗な復活を遂げたかと思いきや、2013年に再び麻薬所持で逮捕、2014年には懲役2年の実刑判決を受けましたが、現在は出所しているそうで、2018年にはアルファレコードの創立者であり音楽プロデューサーの村井邦彦さんと対談しています。元夫の経歴からも結婚生活中の苦労がうかがえます。ロマンザ、そんな波乱万丈な人生を歩まれた吹雪さんですが、現在は実業家であるパートナーと穏やかな時間を過ごされているそうで、趣味の旅行、料理、写真を楽しんだり、恋人との時間を大切にして充実した日々を送られており、吹雪さんは20代に戻りたいなどとは思わないと僕らの時代で語っていました。現在が楽しくて幸せだから若い頃に戻りたいと思わないということなのでしょう。再婚については具体的な話は出ていないそうですが、離婚した経験もあるので結婚という形にこだわることはないのかもしれません。さらには60歳から登山に挑戦していることを徹子の部屋で明かし、60歳の時に中学の同窓会で登山家になった旧友と再会し、帰省したら一緒に登ろうよと誘われたことがきっかけで登山するようになったそうなんです。登山は疲れてしまっては楽しくないということで、普段から体を鍛えるようになり、67歳の時には難所と言われる北アルプスの剣岳にも登頂するなど、吹雪さんはもともとアウトドア派のようですね。スキーやスキューバダイビングなども趣味としてされているようです。現在は息子さんも娘さんもご結婚されており、娘さんはアメリカ国籍の男性とご結婚されてアメリカに住まれています。吹雪さんは将来お孫さんができたら英語を話せなくてはお孫さんと話せないからと以前から英会話の準備をしていたそうです。娘さんのご家庭と息子さんのご家庭にお孫さんがいらっしゃいます。息子さんの方のお孫さんは名前がエマちゃんといって可愛い盛りなんだそうで、息子さんはお近くにお住まいで比較的頻繁にお孫さんに会っているかもしれませんね。娘さんの方のお孫さんはレオちゃん、息子さんの方のお孫さんはマミータと祖母吹雪さんのことを呼んでいるそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。